そら豆の由来は、空を向いているから空豆になったんです。そら豆は鮮度が落ちやすく、空気に触れると風味も落ちやすいので、さや付きで購入するのがおすすめです。茹でる前に豆一つずつに切り込みを入れると、身をつるんと出しやすくなります。切り込みは浅めに、茹でることで食物繊維の吸収力がアップします。そら豆の旬は6月。茹でたそら豆は 100g あたりカロリーは 103kcal、 タンパク質は 10.5g、 脂質は 0.2g、 炭水化物は 16.9g、 食物繊維は 4g です。主要成分はイソフラボン、美肌効果、サポニン、がんや老化の防止、肥満防止、ビタミン B1、 疲労回復、神経や筋肉の改善、長寿の秘訣。少し空腹状態にしておくとサーチュイン遺伝子が活発になると言われています。サーチュイン遺伝子が活発になるとミトコンドリアが増え若返るんです。このサーチュイン遺伝子にスイッチを入れるのが空腹と運動です。普段の摂取量の 30% 減らすことでサーチュイン遺伝子が活性するんです。サーチュイン遺伝子が活性すると健康で長生きをします。長生きイコール介護とはならない。長生きイコール自立と創造、そして楽しい日々になります。長生きをすればするほど頭が良くなる。サーチュイン遺伝子の活性が期待されます。そして空腹状態でも心地よくさせてくれるのがそら豆のすり流しです。1日に 50g、 8から9粒にとどめるのがベスト。食物の神様と言いますと大月姫ですね。古事記では五穀の中の豆は大月姫の尻から出てきたんです。懐石料理では粥湯が出されます。そして少しお焦げが混じっています。鍋か釜でご飯を炊くとそこに少しお焦げができるんです。そして粥湯にお焦げを少し混ぜて最後にお客にお出しします。ご飯は炊飯器ではなく鍋か釜で炊くととても風情があって美味しくなります。